というわけで、11月号ですね、これから映らせていただきます。はい、はい、ではいきます。最初はこちら、獣人ユーマがペットになっていたという記事です。はい、今日はアゼルバイジャン共和国というところで撮影された動画だそうなんですけれども、このこちら衝撃的な部分と可愛さが入り混じっておりますが、これは、はい、はい、獣人ユーマ、はい、いわゆるビッグフートだか、あの雪男、イエティ、アルマス、いろいろいますけれども、はい、場所は、事件が起こったのは、まあ、事件なのかな、これアゼルバイジャン共和国ですね、はい、中央アジアの方ですね、そこで、まあ、なんと獣人ユーマの子供、はい、子供ですね、はい、かわいいです、ペットにして飼ってると、それを称すると称する、まあ、動画が今ね、ネットの世界では話題になっている。で、一瞬見るとね、あ、猿かななんてね思うんだけども、歩き方が全然違うよね。歩き方が全然違ってて、顔のアップもここにあるんですけれども、そうですね、類人猿っていうよりはちょっとね、やっぱりこう人間っぽいというか、なんか可愛い、すごい可愛らしい、昔のあの何ですっけ、あのギズモみたいなみたいな、すごい可愛らしいなっていう感じなんですけどね、なんかね、これちょっとね見にくいんだけど、映像なんか見るとね、眉毛なんかもなんかありそうなので、あ、本当だ、ゴリラとかチンパンジーって眉毛ないんですよね、まあ、もちろんあの産毛みたいなのはあるんだけれども、はい、眉毛がない、眉毛があるのはこれ人の特徴なんですよね、へえ、オランウータンもないでしょ、チンパンジーもこうね眼下流血こうあるけれども、そうですね、動物ってそもそもないですね、犬に描くとおかしくなりますもんね、大体、なぜおかしくなるかっていうと、その眉毛ってね結構ね表情作るのよ、あ、だから女性なんかでも眉毛潰したりとか剃ったりすると、す、ね、結構ちょっとなんか能面チックなね、うんうん、まあ身によってはちょっと不気味なような ね, ねなっちゃうんだけども、うん、それは一重に眉毛なんですね、はい、だから眉毛の描き方一つでね、はい、ちょっと表情も硬く見えたりとか柔らかく見えたりとかね、うん、そう見えるという、はい、なので、果たしてね、その獣人の正体が何かっていうのはいろいろあるんだけれども、はい、眉毛があるとね